なんと今回乾物干物と福井県美浜町若狭町とのコラボが決まりました。イエーイ。わー、見てー、海だ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 。砂がすごいあったかくて気持ちいい。お腹も空いてきたので今回はお店一押しのプレートランチ、鶏肉のトマト照り焼きをいただきます。お腹もいっぱいになったので次は国吉城跡に来ました。こちらが、はいはい、あの江戸時代の榊の奉行所っていう、はいはいはい、あの小浜藩の役所ですね。甲冑や生活用品、そして軍旗、実際の遺物をこの目で見れてテンションが爆上がりしたところで次はいよいよ国吉城跡に向かうのですが、館長大野さんの口から何度も聞いた難攻不落という言葉、ちゃっかり T シャツにも書かれてあったんですけど、それが意味するものを私はこの身で嫌というほど体感することとなります。ここから今から30分ほどかけて登ります、はいはい、もうここに当時は本丸が、はい、あそこですね。なるほど、はい、でふもとの石垣と旗が立ってるあたりが館の跡。あ、なるほど。普段生活するのがここです。はい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 、ね、ここが元で、ここまで掘らないと出てこなくて、だからずっと石垣があるとわかんない。なるほど、もう本当に地面のままだと思ってたら出てきたと。そういうことです。はぁ、階段がもう登ってきたとこが見えない。これはとにかく急勾配すぎる。これは式だだ下がりですわ。あと 100m 来たー。見えてきた。これは期待が高まる。わあ、もうここの時点でやばい。わあ、すごい。待って。やばい。ちょっと涙出てきた。あー、登ってよかった。すごい。いやー、正直登山って言ったって軽いでしょうと舐めてたんですけど、完全に間違いでした。もうね、運動不足これでもかと痛感しましたよ。多分ですね、あの実際には結構カットされていると思いますけれども、本当に何度も休憩しながら登りました。でもご褒美の景色は何物にも代え難い素晴らしいものでした。道中には麓でも見たようなたくさんの石垣の跡がありました。なんとこれらの石はもともと墓石だったそうです。敵が攻めてきた時にこれを投げて戦ったり石垣に転用したりしていたそうです。現代の我々からすると、墓石をそんなことに使うなんてと思ってしまいがちですが、これも戦国時代の人々の乱世を生き抜くための知恵ですね。そして頂上にはひときわ大きい石が積まれていました。これが何なのかというと、でこれよそのお城では鏡石っていうこと、はいはい、それだけの大きな石を運び上げる力がある、権力がある大名なんだぞ。なるほど。出入り口に見せるというのは、下で成長してれば下の入り門のところにこれあるんだ。確かに。なぜかそれが本丸のこの上まで上がらないんだけど見せない。ということは大事なお客様も基本的には今の石上がってる。なるほど。大臣さんもここみんな通ったんです、ね、こんなとこまでこんな石を運べる必要なんだけども、確かに。ちなみにこの事実が分かったのは2000年に入ってからだそう。それまでは石垣があることすら知られていなかったそうです。田辺半大さんは軍旗国吉籠城記に書いてくれなかったんですね。こうやってどんどん時が経って初めて分かってくることもあるっていう、歴史って奥深いですね。でもこれはなんか収めるには収めるだけの技量と技術と、それらがないと
難しいなっていうのが伝わりますよ。大変だったけど来てよかった。登りきったぞー降りてきたー登りきりました。降りてきました。足がガクガク、やばい。さあ、ということで山登りの後はお土産を買いに千鳥園さんに来ました。ここはお土産以外にも海の幸を使った定食も食べられるんですよね。そしてなんと足湯もあるんです。疲れた体にありがたい。中のお土産は定番のスイーツに恐竜推しのお菓子、若狭名物のへしこをふんだんに使ったものなど、他ではなかなか見ない新鮮なものもあってついつい迷ってしまいました。ちょっと気に入っちゃったな私。さすがに干物ちゃんはないよな。メシコーヒーじゃとかある。ちょっと待って待って、美味しそう。メシコフレークとかある。ラー油メシコとかある。ラー油メシコいきます。へしこは福井の伝統料理で、魚を塩とぬかで樽に漬け込んだ料理です。名前の由来は樽に重い塩をかけて漬け込むへしこむことに由来しています。旨味と塩味たっぷりでご飯やお酒のお供に抜群です。塩こう書いてくれたかわいい。じゃあ1枚、私青が好きなんで。よいしょ。ゴコレンジャーは美浜町若狭町のご当地キャラクターです。なんと誕生から今年で20年を迎えました。三方五湖の自然保護の大切さを訴えている地域で愛されるご当地キャラクターです。地元では知らない人はいないぐらいの有名キャラクターなんですよ。え、ジャンって何？ジャンってこちゃちゃんか。そういうことか。美味しそうだなこれ。どうしよう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 。へしこばっかり買っちゃってるんですけど。これだってお湯を注ぐだけで美味しそう。いきます。お願いします。結構買っちゃった。いやー、気がついたらラインナップがへしこばっかりになってしまいました。買っておいててすみません。どんな味がするのか楽しみです。買い物で歩き回った後は足湯に浸かって休憩します。なんと天然温泉の足湯が100円で入れちゃうんです。旅行先の非日常な空間の足湯ってなぜかすごく気持ちいいんですよね。はぁ、よいしょ。おはー、失礼します。足湯さん、ではちょっと失礼して。今日最後はこちらのリップさんで夜ご飯をいただきます。ハワイアンな雰囲気バッチリのお店からは若狭の海を一望でき、天気のいい日は夕焼けを見ながらゆったりと食事を楽しめます。海で泳いだ後の水晶浜からのお客さんや地元の方からも愛される隠れた名店です。なんと県外からのお客さんもこのお店を目当てに訪れるそうですよ。いや、本当に素敵な店内ですね。どうもありがとうございます。このコレクションって店主さんのものなんですか？そうですね、僕が、まあ、はい、ずっとこう何十年前からあちこちやってた遊びの道具を一応置くとかないんで、はい、店舗にちょっとこう置いただけです。あ、そうなんですね、はい、でも本当にこのコレクションがすごい素敵で、目奪われちゃいます。いやいや、どこ見ても素敵で本当に雰囲気がなんかそれこそハワイとかそんな感じの雰囲気だなと思うんですけど、こんな雰囲気のお店を開こうと思われたきっかけとかってあるんですか？もともとスポーツ、マリンスポーツで
あのウィンドサーフィンをやってたんですよね、はい、20年ほど前から。ウィンドサーフィンのメッカであるマウイ島の方へ、はい、まあ、何回か行って、うんうん、その時にあちらの方のお店を見て、はい、まあ、いいなと思ってね、ちょっとそれにちょっとでも近づけたらと思って自分でコツ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 やってきました。いいですね、はい、本当に素敵で何度も来たくなるお店だと思います、はい、ありがとうございます、はいはい、ぜひお願いします、はい、ありがとうございました、はい、メニューはお店自慢の絶品のミックスピザとロコモコ丼、新鮮なタコのカルパッチョにサービスでお出しいただいたトマトのカプレーゼをいただきます。いただきます。おいしいです。出来たてサクサクの生地に一口頬張るだけでトマトやアスパラなどのフレッシュな野菜と熱々のチーズとサラミの味がじゅわっと口の中いっぱいに広がってめちゃくちゃ美味しいです。この時食べた味が忘れられず数日後にもう一度食べに行ってしまうほどの衝撃でした。ではお次にカルパッチョ食べたいと思います。すごいレモンとパプリカかな、お野菜がたくさん乗ってて多分私の好きなルッコラとかも乗ってて、お野菜と魚介の旨味がたっぷりって感じですごく美味しそうです。いただきます。うーん、おいしい。うーん、あ、タコの旨味が、あ、めちゃくちゃタコが新鮮で歯ごたえがあって最高です。この緑色のペーストってバジルとかですか？いや、 やっぱり美味しい、めちゃくちゃ美味しいです。続いてはこちらのロコモコ丼、甘じょっぱいハンバーグととろとろの半熟卵の相性が抜群でご飯がいくらでも食べられる味でした。アボカドなどのお野菜も乗っているので見た目よりあっさり食べられて満足感抜群の一品です。あー、見てるだけでお腹が空いてきました。見てください、このボリュームのあるロコモコ丼、もう私の好きなものしか乗ってないんですよ。いただきます。あ、お肉がっつりハンバーグ、美味しいです。最後はトマトのカプレーゼ。実は店主さんがご近所の方にいただいたトマトを使用しているそうで、採れたてのトマトが酸味の効いたドレッシングとマッチして疲れた体に染み渡る美味しさでした。あ、なんだかお酒が飲みたくなってきたな。お酒が飲みたくなってきたな。そう、実はこのリップさんは海に沈む夕焼けを見ながらカクテルやお酒も飲めちゃうんです。どうですかこのおしゃれなカクテル、おいしそう。これ左のがなんとスイカのカクテルだそうで、本当に夏にぴったりの。そしてこちらがブルーハワイです。ちょっとね、混ぜてみてほら、マドラーまでスイカになってる。スイカのカクテルからいただきます。うん、匂いからスイカ、あ、本当にスイカの香りがいっぱいに広がって甘くて美味しいです。あー、爽やか。ブルーハワイ、ブルーハワイってよく聞きますけど、どんな味かよく知らないんですね。こっちはパイナップルで、パイナップルでトロピカルな感じで、このグラデーションが分かりますか、綺麗なの。あー、日の光が綺麗ですね。そろそろ夕焼けかな。よいしょ、いただきます。うん、思ってるよりずっと濃厚。これはパイン、パイナップルだ。パイナップルとリキュールがなんか入ってます。めちゃくちゃ美味しい。リップさんでご飯をいただいた後、ちょうど夕日が暮れてきました。夏場は19時ぐらいが日没の時間です。水晶浜の海に反射してキラキラ光る夕焼けがとっても綺麗で、改めて来てよかったなぁとしみじみ思いました。いかがだったでしょうか。
私はめちゃくちゃ楽しかったです。正直ね、小さい頃から私福井県に住んでますけど、今回行ったところ知らなかったスポットもたくさんあって、行ってみたらすごい楽しくて美味しくてためになるところばかりで、今まで知らなかった自分がもったいなかったなと思いました。私の動画で初めて知った方もいるんじゃないでしょうか。皆さん、夏はまだまだこれからですよ。ぜひこの夏は美浜町若狭町に遊びに来てください。まだまだ回りきれていないスポットもたくさんあるので、今後もこのガイドブックを見ながら何度も遊びに行きたいと思います。この味方5個ご飯ブックは電子版もありますので、今回の動画を見て行ってみたいなと思った方はぜひ概要欄の URL からご覧ください。実はもう次の予定立ててるんですよね。いくつかシリーズとして投稿していきたいと思っていますので、どうぞどうぞお楽しみに。それでは乾物干物でした。バイバーイ。